なぜなら、今朝方俺も、レマちゃんの子さんファンであることを誇りに思ったばかりだ。まあ、主人公とこのギャルサルの違いは、それを自分の中で秘めておくか、周りにひけらかして迷惑をかけるかの違いだからね。全然、運んの差ではあるよ。月きとすっぽんぐらい。フォロワーが二桁だった頃からのファンだった。もちろん、レマちゃんは、俺の存在など知らない。にもかかわらず、にわかうぜえと思ってしまう。<laughs> <laughs> まあね、自分はいいけど、人がやるとうざいっていうのは、ありふれた現象だからね。感情面での理解はできた。とはいえ、ムカついてもいるので、どいわせずに置いた。とりあえず正論ぶつけてみよう。正論聞かねえって <laughs>。 人と会話するときに大事なのは正論じゃなくて、相手の望む回答なんだから、サッカー部のキャプテンの瀬戸さんから依頼されたんです。会場で問題が多発しているので、応援を仕切ってくれと。だから、したらお前がうちらに相談しに来るのが筋じゃんなんだ筋って <laughs> どこにそんな筋があるんだ一試合目からいるなんてアピールしてねえだろうが、お前ら。サッカー部のキャプテンに認知されてない時点でお前負けなんだよ。黙ってろよ、さっさと。ダメだ。日本語が通じない。俺ギャル語喋れねえよ <laughs>。 ミリさんで慣れてるかなと思ったけどね。さすがに、バイリンガルには慣れないね。話が早く済みそうなので、瀬戸さん呼んできます。はぁ、あ、何お前チクろうとしてんのそんくらいてめえで解決しなよ。女相手にさぁ。何解決って <laughs> 先に話すのが筋じゃないんですかって言われてんだからもう過ぎた話だろ。何をこれから解決しろと言うんだ。なるほど。キャプテンに下水姿を見せたくないと。その上で、生徒会が応援をしきるのも気に食わないと。ふふふ。 なんて自分勝手な野郎なと。野 <laughs> 郎じゃねえけど <laughs>。てか、下水なんて自覚持ってなさそうだけどね。どうせお前らも全国に行く可能性を見出して一試合目から見てたわけじゃないだろ顔面目的だろちなみにこれ、俺を呼び出したの瀬戸さんの耳に入ると思いますけど、どう説明しろとああ、いいね。強いね、主人公。<laughs> ちょっとここら辺はね、文学的なアマウントを取っていこう。<laughs> でうちらがお前を呼び出すのが応援の話に限定されてんのお前が調子こいてっから呼び出されたっていいじゃん <laughs> どっちにしろお前の悪評は広まるんだから <laughs> そんな説明をする義理はまるでないんですけどそれ無視して全部ぶっちゃけたらどうなりますほんとクソ生意気だねこいつうちの彼氏の柔道で首絞めんぞお前出てこねえのかよ <laughs> お前こそ彼氏紹介してんじゃねーか <laughs> 人には、キャプテンに近んだとか言いつつよ。締めるだけに締め技ってか、やかましいわ。なんでそこだけ無駄に、ウィットに飛んだ、ダジャレ飛ばしてるんだ。<laughs> 全然面白くないダジャレすぎて、反応できなかったわ。暴力とかさ、自分がこんな目に遭うなんて、1ヶ月前まで想像もしてなかったよ。生徒会の仕事をしていただけなのに。ほんと生徒会長になってからいいことねえな。<laughs> もう、可愛い女の子たちと知り合えた後の一点張りだけだもんな。<laughs> せーか、今の生徒会って、この会長以外、全員女子でしょ女子同士なら、 解決した方が早くないええー、だとしたらギャル語喋れるアメリとメリさんを起用することになるがいいが <laughs>。なんか死を召喚したいな <laughs>。もう最強 SSR カードあるんだよな。生徒会役員じゃねえけど。言っとくけど、女子同士の喧嘩えげつないから。キャハハだからキャハハな <laughs>。お前仕事しねえな <laughs>。 <laughs> あ主人公にこよくないよ、そういうの <laughs>。自分の大切を侮辱されて怒りたい気持ちはわかるけど、今度こそ彼氏召喚されちゃうぞ。また切れてしまった。もう切れないと。以前人を殴った時深く反省したのに、時はあとにきさんとアメリの顔が浮かんだら声が出てしまった。シオ先輩は多分大丈夫 <laughs>。いつの間にか日和がいない <laughs>。 ま、日よ今回はノータッチみたいな感じだからね。最初から頭数に入れてないのかないやもう日和がってなったら、主人公切れるところじゃ済まなくなっちゃうけどね。暴力雑多だよ。切れたと言っても、凄んだ声が出た程度だけど、これだと相手の土俵だ。事実、一瞬はすくんだものの、ギャル先輩たちは嬉しそうな顔してる。<laughs> ようこそこちらの土俵へ、みたいなね <laughs>。やかましいわ。 何喧嘩するうちの兄貴半グレで我が入ってチームの構成員やってるからお前なんか魅力菩薩パンチでワンパンだよそれが嫌なら魅力菩薩の名前が不良の界隈で使われてると思うと魅力菩薩様が報われなすぎるな <laughs> そんな悪道を進んでる人じゃないと思うんだけど <laughs> 菩薩だよ <laughs> 聖人君主なんだよチャンネル登録 最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の動画で。バイバーイ